どうもこんにちは。今回はね、久しぶりに Q&A の,の子育てについていただきましたね。まあ、子育てで苦労することっていうのはたくさんあるよというふうな形で、えー、私がね、動画の出していたんですけども、まあ、これからどんなことが起きるかってことを、まあ、お話しくださいということだったんですけども、うちの子3歳になったんですけどもね、3歳から6歳ぐらいまでで、まあ、最も覚悟しなくちゃいけないのが、野球症でしょうね。 これは多くの方が、まあ、あの、頭を痛めることだというふうに言われてますけども、野球症ということ自体を知らない人も多いわけなんですよ。まあ、だからね、その、育児とか保育とかって学習によってほとんど解決できるっていうね、まあ、頭がいいというか、勉強した人がすごくスムーズにやってのけるところありますよね。あとは、あの、もう子育てをした人がね、そのいろんな経験を教えてくれるわけですよ。それをしっかりと、ふんふんと聞いている人っていうのは、あ、これからこういうことを、 備えておけばいいんだなとかねこういったものを買っておけばいいんだなとか、こういう備え、構えをしておけばいいんだなっていうふうにね、あの事前に準備ができるんですよね。まあこういうふうに、まあ人生っていうのは恋愛もビジネスも 全部同じなんですけども2手先3手先をちゃんと手を打っておくかそれともね場当たり的に起きたく時にあたふたするのかによって大きく変わってくるんですよねじゃあこの野球ょ症ってのは何が起きるかってことをね、まあ、ご存じない方のためにお話ししておきますけどもあの夜中に突然ねあの子供って起きだしてねわーって怒鳴ったりとかねあの妄想を喋ったりするんですよ、まあ、寝言みたいな感じなんですけどもこれ原因がよくわかってないのと対処法はないんですけども大体7歳ぐらいまでに自然に収まっていくんですよね 場合によってはこれね、あの成人しても続いちゃう人がいるんですけども、うん、この発症の度合いってのが3歳から6歳までかなり起きてくるんですよね。で知らない人ってのは何が起きたんだろうと思ってオロオロしちゃったりとかあと、まあ、まあお母さんとかがね えー「どうしたのどうしたの?」ってなっちゃうんだけども子供は「お母さんどこにいるのお母さんどこにいるの?」って叫び始めるんですよ目の前にいるのにだからそれはねお母さんが見えてるとか見えてないとかじゃなくてそういった症状なんですよとで対処法ってのは別にないんですよってことを知っておけば構えることができるんですけどもなんか発狂しちゃったのかと思ってね あのまあ、かかりつきの病院にね連絡しちゃったりとかして「いやこれはね野鳥症ですよ」って言われて「え夜野球症って何ですか?」とか言ってドクターもね呆れちゃうんですよねあ「お母さんでしょ」みたいな感じででこれ場合によってお父さんんも知らないんですよねだからこの子供が成長に合わせてどんな症状を、まあ、経て生,生育していくのかっていうことをやっぱり勉強していくのが療育であり保育であり育児なんでお父さんお母さんがねちゃんとねもの物を知ってるかってとこに関わってくるのかなと思うんですよね。 うちの子これから野球症起きると思いますんで、うん、まあ私の場合は、うん、こうやってね深夜 <laughs>、うん、体が空いてますんでねまあ対応することができるかなと。野球症が起きたらまあぶっちゃけ起きたと思ってね一緒にこう自由に遊んであげればいいんですよ無理に寝かしたりとか黙らせようとするとこれからねずっと騒ぐが起きますんでね、うん、まあ流れに合わせていけばいいんじゃないかな、まあ、そうすること。によって 子供は自分で自分のことメンテナンスしやすくなりますけどもやっぱりねこう意外にしたいとか怒り出すとやきょ症っていうのは今度別の症状とか発達障害とかになってしまう可能性があるということらしいんですよね、まあ、まだまだ話すことはあるんですけどもとにかく事前学習できてる人にとってみたらどうってことない,い予定調和なんですけどもそういうことを全くご存じない方に関しましてはもう地獄の日々が続くということになるのかなと思いますやっっぱりね、あの子育てって生涯のうちに、 一人とか二人とか多くて三人じゃないですか。ですんでね、うん、理解が深まった時にはもう子育てするタイミングがなかったみたいなことになっちゃったりとか、あの時知っていればこう知ってたのにみたいなね、後手になる場合が多いんですよね。うん、まあだから余計に事前にいろいろと知っておく必要があるかなというところですよね。はい。まあ参考になれば幸いでございます。野球症以外にも様々な症状がね、あの、10歳までに出るし、10歳からも出るし、ほらよく反抗期とかいいでしょ。 期っっっててののは、あのやっぱりこれもも、成長の一過程なななんんでですすすけども今さがに知ららいいい人ってあんまいらないと思うんですよ、うん。だからねその年齢に応じて「いやいやき」とかねなんかいろいろありますからね「どっちせき」とかね「なんでなんで」って聞きまくる時とかね言葉を覚え始めたりとか歩けるようになったらやることとかね本当なんかその成長に合わせてできることって変わってきますから、うん、多分ね振り返ったらあの10代の頃に熱狂的に何かをするっていう時期もあると思うんですよ。 それは自分自身がそういった熱狂的に何かにね打ち込むってことは何んんか、まあ、病気だとはとても思わないでしょうけどもそれもだから成長の発達する過程の、まあ、プロセスの一部なんですよね。まあ、ですので20代ではまた別のことを考えたりとかね30代ではね若い頃はよくやったなとか振り返るでしょ。 30代ではどっちかっていうと熱中するものを失っていくというねこれもまた病気なんじゃないかなと思いますけどもどういうふうに捉えるかはねあなた次第でございます。いいってらっしゃい